この間誰かに言われて、チャンマンも T ポイントカード作ればいいのにとか言って。ファミマカードな。ラマお疲れ。藤田ありがとう。あざーす。得だって言われたけどよ。うん。俺、どっかにはまあ、あったような気がするんだけどな。ファミペイいいですよ。たまるの？ポイントが？ファミペイね。マーチン、今度それ調べてみる。登録しないんだろ？アプリを落とせばいいんだろ？で、そこに、自分の口座から、入れときゃいいんだろ？ポイントを。ペイポイントだかなんだか。ペイペイと T ポイントを、だから T ポイントカードが持ってたはずなんだけど、どっか行ってないんだよ。うん。あ、そういうことね。だって俺入ってねえもん、俺の携帯に。そのアプリが。うん。なんかな、今やたらポイントってよ。いろんなところが競い合ってんじゃん。何がいいのかわかんねえな。ぐっちゃぐちゃになっててよ。大丈夫なのかな？やたら。ファミペイは1000円得するよ。1ヶ月に。佐野さん、機内服とかメルカリで売ったらいい金になりそうな。だ売り方がわかんねえんだっつうんだよ。リム。いや、売ったっていいんだよ。すげえことになってるから、今、俺んち。服の山になってるから。メルカリね。ZOZO タウンでまとめて売りましょう。だから、そういうの俺は疎いんだって。そろそろマムートでしょ。マムートでも何でもいいんだよ。あるんだよ。うん。ジャケット系は。うん。段ボールに詰めて送るだけで換金されるんだよ。それ買い手がつけばだろ。全然俺そういうの興味ねえからよ。そこの、そこがまとめて買い取ってくれるってことか。いくらもいかねえんじゃねえの？写真撮って放置で大丈夫？買い付けに行きたいです。バイヤーかよ。サブちゃんおはよう。
メルカリは苦手。みんな詳しいな。俺全く疎いもん。うん。何にもわかんないぞ、俺 iPhone の。だって iPhone の動かし方だってわかんねえんだから。ポール・スミスのスーツ売ったことあるけど、4万くらいにはなったぞ。あ、そう。ミキー、こんばんは。そうか。じゃあ年末に向けてカツカツだから、なんとかして売るか。違うんだよ、俺。あのさ、俺あれ持ってんじゃん。ソニーのさ、カメラ。あれ売っちゃおうかなと思ってたんだけど。撮る写真もねえし。訪問関係買取とかないの？知らねえよ。そんなの気に調べたことねえ。電チャリはまだあるよ。うん。前使ってたソファーとか売ったら、あそこに寝てるからな。売ってもいいんだけどな。でもよ、あの、のりさんよ、チャリンコを売る場合はよ、俺の名前でよ、防犯登録してるじゃん。そのまんまで売っちゃっていいの？訪問しますって。やめなさい。チャリはキープしときましょう。電チャリ？おお。おお。そうなんだよ。だから、俺の名前で防犯登録してるから、そのまんまの状態で売っちゃっても、自転車屋で、自転車屋に売るときは、それは自転車屋がやるからいいんだけど、違う、人に売るときよ。うん。うん。中古チャリとかさ、買い取ってくれると思う、何件かあんだよ。そこがやってくれるのは多分やると思うよ。向こうで勝手に俺がサインすりゃいいだけだから。下流は大丈夫か？うん、とりあえず、うん、オムライス食ってねって言ってでもな、ギューってなるんだよ。もういよいよビオフェルミン飲んだよ、さっき。これはまずいなと思って。効かねえぞ、多分、あれ。またっていうか、ずっと悪いんだけど。いまだに氷だね。氷入れてねえよ、もう。もう無理だよ、もう無理。うん。俺、だいぶ前から入れてねえぜ。6回使ってこねえよ、もう。うん。
ああ、ゴードンが入れてるってことか。あ、炭酸系も飲めねえ、もう。年末に南に行きます。よろしくお願いします。なんか年末なんか大阪来るとかいうの結構いるみてえな。ああ、のりさん調べてくれた。チャリのこと？って、俺にどうしてもよ。チャリンコ売らせたいのかよ。結構あれ便利なんだね。ちょろっと買い物行くときとか。ただ、さすがに冬はあんまり乗んなくなるな。うん。で、狼はそれは仲良くすりゃいいじゃん。今年何回か佐野さんに会えるかトライしてますが、全部空振りでした。大丈夫かい？ 俺にはなかなか会えないよ。しかしな。頑張らねば。ああ、俺は行かないよ、狼。うん。嫌だよ。もう信用できねえもん。うん。そんなの。頑張られば、配信頻度を上げなければ。うん。狼知らないの？雅のキャンプ企画に行ったの。俺。で、キャンプ行って、俺、ほら、腹いつも調子悪いじゃん。キャンプで酒飲んでて腹痛くなったの。で、キャンプ場内にある、トイレ入ってたの。そしたら、上からカシャッと俺がしゃがんでるところを取りやがったの。で、それを晒したんだよ。知らねえの？みんな知ってんだよ、そんなの。ケイ、すみっこ、ありがとう。はい、のりちゃん、いらっしゃい。狼知らなかったんだ。しばら、こんばんは。てんてんてん。お茶てん、ありがとう。のりちゃんも知ってますよ、しずく。あれはひどいです。ちゃんまにそんなことしたん？そうだよ。うん。だからもう俺は雅の企画には行かないよって言った。だってもういじられんの嫌だもん。来年はクソネタ卒業できるといいですね。いや、クソネタ、いや、それが面白いと思ってんじゃないの？あと、俺の飲んでる酒に、勝手に、俺がトイレ行って帰ってきたら、バンバン足してたからな。うん。のりさんありがとう。ハーフ決まった。あざーす。田山さん、こんばんは。
野さんは何でもネタになるからずるい。もういじくられるな。いや、いいよ、狼。もう俺は付き合わないっていうだけだから。俺は別に怒ってるわけじゃねえんだよ。ただ、もう近づきたくないだけだから。うん。ひどく？うん。いや、だって、狼には何もやってるんだからいいじゃねえかよ。で、俺は早めに寝て、夜中に起きて、朝飯あいつら食うだろうなと思って、俺は夜中ずっと火の番をしてた。火消したらまたつけるの大変だから。ああ、わかったわかった、狼。うん。わかるわかる。うん。そういうことね。了解。だから、やつら、朝起きてくから、俺がずっとさ、薪くべてたから、すぐに火起こさないでも、焼いたり、なんだりして食ってたよ。うなも食えよとか言われたけど、あ、いい、俺自分の分は自分で食うから。俺自分でキャンプ用の、インスタントラーメンとか食ってたから。あ、いい、俺はいいよ。だから俺、みやびんの夜の時のバーベキューの肉も食わなかったもん。酒だけは飲ましてもらってたけど。今も鼻の調子悪そうだよね。友達じゃないよ。うん。だって俺とみやび会ったことあるの。合計。だよ。リアルで会ったことある回数だよ。ね。1、2、3回だよ。ね、3回しか会ったことないよ。わかる？ 3 回だよ。うん。キャンプの時と立花の時と、あと、その前に一回、どうしても会おうぜって言われて、みやびが、裏ナンバーっていうか、来た時。知らねえよ。俺人の仕事なんて聞かねえもん。佐野さん、みやびの件、今でもネタに話せてるんだからウィンウィンですよね。うん、別に。うん。
あの盗撮動画はそういうことか。乱舞？うん、そうそう、あのキャンプの時のやつだよ。うん。やりやがったなと思ったけど。でもあの現場で俺が発狂したら、他の人もいたじゃん。ご夫婦も。なあ。だから。俺の酒も濃くしたなと思ったけど。そうそう、その夫婦がいたからな。あのご夫婦は一生懸命やってたから。だって、あのご夫婦は、だってリスナーさんだろ？うん。配信者じゃねえんだからさ。うん。だから、その後、無人島やるって言ってたんだよ。で、その現場ではね、無人島やるから、うな、今度誘うなって言うから、おーおーって言っといた。でも、俺はもう行く気なんか一切ないから。で、家帰ってきてっから、この間言ってた無人島の件だけどよって、あ、悪いけど俺行かねえから、バチンって切っちゃった。無人島なんか行ってみよう。てめえがクソしてる姿映されんのによ、何されっか分かったもんじゃねえよ。恐ろしいわ。あ？配信者がごそごそ集まってくんだろ？やなこった。だべ。飛んで火にいる夏の虫になりたくないよ。金持ちより小金持ちに媚び売りませんか？ん？ん？俺はそんなに媚び売ってないよ。まあ、だって、あっちゃんよ。俺、強烈に、べったり仲良くしてる、リスナーさんいないだろ？いる？いねえべや。群れていいことがなかったから今まで。歩く。うん。坊ちゃん離れて行き地。喧嘩してたんじゃないのあれ。わかんねえけど。うん。それは知らない。だって、パルクがいつから俺を見てるかは、わかんねえけど、おっと、おじさんありがとう、バードン、決まった、
いつもありがとうございます。珍味団っていうのがあったじゃん。あれ、あんなか、銭金でえれえ揉めたんだで。俺は揉めてないよ。うん。俺はあの頃別に金に困ってなかったから。うん。絶好調だったから。ただ、うなちゃん、うなちゃんつって、俺んとこ寄ってきてるのがいたじゃんかよ。だからもうこれはダメだなと、もうやめようと思った。だから今そういうことやんないって。ああ、じゃあ、パルク知ってんだろ？俺が新宿でイベントやった時のことも。練習っていくらぐらいだった？いいじゃん。そんなにねえよ。うん。珍味団は、最前線の時何人だったの？知らねえ。俺だって会長じゃねえもん。俺はそんなの会長になんかなるつもりないから。団長になるつもりないから。誰か勝手に団長やれば、つって。いいよいいよ、つって。うん。あと、おじさん、海行ってたの？気をつけて運転バード決まったアザース。リスナーで寄り添いたい方は何名かいるかと。シャンパンを飲みませんか。いいよ。ニコ生の時ゾロゾロ怖かったな、見てて。あ、俺の周りに。うん。いや、俺は怖くないよ、だって。うん。珍味同士もメンバー同士でいざこざがいろいろあったもんね。あと女子も結構いたろ？で、男と女のも色恋もあったし、そのメンバー同士で。あと金の貸し借りとかなんかやってたし。うん。それ俺には内緒なんだよ。ちゃんまんには言わないでってみんなそれやってたんだ。おめえ、マゼさんから300万借りたやつもいるからな。うなちゃんには言わないで、つって。すげえな。貸しちゃうマゼさんもよ。まあ、金あるんだろうからいいんだろうけどよ。俺の金じゃねえからよ。うん、そうだよ、どんのっちょ。後からマゼさんが俺に。うん。無人じゃないよ。いや、貸したらそいつ、もうどっか いなくなっちゃったよ。トンズラーだよ。紅生姜とは何で割れたんでしたっけ？あれも銭金じゃねえか、確か。うん。あと、色恋。うん。だから、なんでおめえら揉めてんのって。で、なんで俺に言わないの？だって俺事後報告しかされたことねえよ。相談がないの、まず。ダート博士なんか知らねえよ。うん、貸
金持ってトンズラーだべ、あれも。あの時かっこよかったですもんね。ああ、白菜さんね。フラットバードナムル、決まった。アザース。そうだよ、白菜さんも、2回ぐらい、うちらっていうか、あれはもう珍味団じゃないんだよ。こっちの南の方の会合に2回ぐらい参加してくれたもんね。ありがとうございます。そうだよ、あの時は課金サイトじゃねえよ。うん。うん。だって俺で、東京で店あったから、店の収入があったから。うん。まあ趣味の延長っていうかね。ディープラ懐かしい。ほんとだよ。まあ、もともと D に S で D's だったんだけどな。お金が絡むと人は変わります。骸骨がもうちょいで出てくるね。何それ。鮭。ああ、優雅か。今気がついた。らしいよ。らしいけど、本当かどうか俺知らないよ。うん。だから、ガラウケがいるんじゃねえの？仮釈もらえるってことは。じゃね？だって、ガラウケいなかったら満期なんだよ。なあ。まあ、今の、そういうシステムは変わったのかわかんないけど。